今僕は長野に来ています。見てください、この素晴らしい景色。川もですね、ものすごい綺麗で、そして鳥も鳴いていて、川の音もですね、非常に心地よく聞こえてきます。そして何より空気がうまい。東京ではこんな、素敵な景色、さらに美味しい空気を、吸うことなんてそうそうですね、やっぱりできないと思うので、今年2016年ですね、僕の最後のスロ散歩、やっぱり全てのものをですね結集させて、そしてなんとか圧勝を目指していきたいと思います。今日やんないでいつやるの？今でしょ。決まりまして、そして、今回このように、トニーさんの字までもですね、しっかり決まって、これから頑張っていこうという心づもりです。そして、このスロ散歩なんですが、各実践者がテーマを掲げていきます。そして僕トニーさんのテーマは2016圧勝総決算となっています。今まで圧勝をですね何度も何度も夢見て、そして何度も何度も、打ち負かされてきました。ただです、今回実践するホールなんですが、長野県にありますパーラーバビで作店となっています。実は過去に一度ですね、僕がここでスロ散歩を行った時は花火を実践して、そして僕の台がビッグ中のハズレが出た、そして周りも出たと、いった状況で、惜しくもですね、夢破れてしまった、2000枚に届かないと、いうところだったんですが、なので、このホールさん、やっぱり力を入れているのはその時ひしひしと感じたので、総決算にはふさわしいホールだなと思います。しっかりこれからですねホールに入って、そして台を選んで、最終的にはやっぱりプラス2000枚、これを勝ち取って2016締めくくりたいと思います。そして実践中はおいしさ祭りがですね、開催されるように、僕はこれから必死にレバーを叩いていきます。それではおいしさ祭りスタート。おいしさスロ散歩。山が綺麗ですよね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあ確保するのはバジリスク絆です。2016年を、締めくくるのであれば、もうものすごい今人がブワッてなってますけど、この台かなと思いますんで、まずはバジリスク絆から、攻めていきたいと思います。はい、
践スタート、おいっさ。それでは実践を始めていきます。僕はもう圧勝を目指してですね、まあ、圧勝にはふさわしい騎手ですよね。バジリスク絆、もう2016年といえばもうやっぱり絆の年だったのかなと思います。くそ、12台あって俺だけ PC 引いてない。くそ、なんでこうなるんだ。巻物引かないかな。お、壇上仕切った。ここだよ、ここで引くんだよ。わあ、引いた、確定。これは当たってほしい。お見事です。普通のバー揃い、色は白。今のところは当たっていない可能性の方が高い。ただまだ全然わかりません。1000人、900、どうか。いけ、当たり、よかった。超高額なので当たりました。で、青 BC、残りベル1で、残りベル1回は、基本的には奇数示唆なんですよ。ただ、これで偶数の、まあ、赤頭がグーンって突き抜けると、赤頭 BC が突き抜けると、まあ、偶数と奇数がこう、入り混じるっていうのは6の特徴になってくるので、これは悪くはないです。ただ1の危険性もありますけど。さあ、まずは AP 伸ばそう。さあ、キス4、6、一応残りゲーム数が少ないんで最後まで持っていく可能性あるんですけど、その時って大体こう同色のリプレイなんですよね。であったり最後のところで花火柄が来るので、そういうのがないので、今日チェリーでは当たっていませんが、継続。6、あー6だけど巻物。緑つけ、もう強引につけるんだ。緑どころの話じゃなかった今。絆ついてる。当たり。これはいいね。赤頭。奇数。よし。97。やってやる。
ったでしょうよ。赤どうしよっか。さあ、キスはなし。44ない。一応恋はいますけど。新ゲーム目8点。スロー取り合いなしか。危ないぞ、危ないよ。終了。いい感じです、おいさ。いいね、いいね。これは降格、降格の可能性がありますね。大丈夫。さあ、チャンス目1回。厳しい。無理。いや、厳しいおいさ。BC が重いな。通常時の BC が重いのはいただけないんですよね。すでに追加投資に入っています。プチおいさ祭りがちょっとだけあったんですけれども、そんなもんじゃやっぱバジリスク絆500枚ぐらいじゃどうにもならないということで、当たった。長かった。410ゲーム追加投資8000円。一緒。きつい。これは厳しい。ハマっておいさ。巻物か強チェリー。巻物からの強チェリー。逆が良かったのに。当たらねえのか今のは。巻
きよ。なんとか当たりました。白おぼろでやりましょうか。さあジャッジ、ダメだ、エフェクトなし、カットイン1。もう一個出てやっと勝負になる。出ない。満月やめようかなやめようかな。これおいさ、休憩します。いただきます。この後パフェが来ます。ホワイトルを取ってます。私の後半なんとか頑張って圧勝を目指したいと思います。いただきます。1355ゲーム、通常時1149ゲーム、1355ゲームで、ジャックチェリーが33回、41.06 分の1、まあ、なのでジャックチェリーに関しては悪くないんですよね。開眼しておすすめくださいって書いてある。ジャキーン、バジリスクやった方が無難ですね。無難というか、多分一周した限りだとこの台をもうちょっと打ち続けた方がいいと思います。まだわかんない、まだわかんない。足元にお気をつけます。あれ。あ、当たってますね。とりあえず今リプレイランプがつかないでこうやってリプレイになってるんで PC は当たってます。ただ AT はまだ確定してない。あれ今な、全長7だったかな。リプレイの方に気を取られてしまう。全長が7であれば当たり、 AT も当たり。7か8なんですよね。お見事です。青、うわ、センサー残りベル1。これはキスか、奇数の可能性が高くなってきたな。一応 BC に関しては青4赤3ですね。奇数か、さすがに1が2回出てくると奇数の可能性が高いですよね。まあでもとりあえずもう当たったことで、もうとにかく僕は今圧勝ですから、大石さんなんですよ。大石さん今んとこまだ大石さんできてないですけど、ちょっとしか、こっからまた大石さん、大石さんをします。4-4
をついてる。 BGM は BGM はない。夕方巻物巻物のチャンス。音で、音で感じるんだ。やったやったよやったよやったよ。嬉しすぎる、嬉しすぎる。これはこれはありがたい。助かった、助かった、助かった。ある、同色なんで。あるよし、よかった助かった。ワイルドハイツ流れてる。おいさ、いやこれよっしゃおいさですよ。これいやこれは予想してなかったな。継続。わあ、BC だ。BC 当たってた。当たったと思われます。あっか。さらに、さらに強チェリーが、あ、これ熱い、同色だ。強チェリーか巻物、強チェリー。いけ、これは、声が裏返った。そのぐらい欲しい、声が裏返るぐらい欲しい。同色だからある、ある。ストック、赤。大丈夫。BC でしょ、これは。これは BC。ねじ込みました。花火柄は強い。もぎ取りました。巻物から、
大きい、ある、あるよ、あるよ、大きい、BC、 同色あるよ、始まりましたね。大磯祭り始まりました。よし、よし、 BGM も変化。どうだ、天然こっちこっち、いやー、ダメか。これも2度あることは3度あるんですよ。これで強チェリーをもぎ取る。ジャック、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 おいしさセーフ。あ、しかもただだ、継続だ、継続だ、継続だ、まさかの継続だ。 BC が出てくると思ったのに。危ない危ない、これは終了。ただ18戦756ゲーム、いや2400枚は上出来、上出来です。一気にプラス益になりましたからね。よし、絶好調、おいしさ。もうちょい、もうちょいで圧勝。あと一発入れて、またうまいこと AT を伸ばすことができれば、2016年総決算のテーマ圧勝達成できると思います。今僕の後ろの方がですね、パッて見て残りベル3で押し順ベルで撃破達成してました。
で今ちょっと話を聞いたら朝から全然違うんですよって言って、でまあ残りベルさんなんで、もう僕は言いましたね。もうトイレも我慢して分回してください。6あるんだよね。する散歩。さあそれではこれからは店内を散歩したいと思います。まあ、朝からずっと粘ってるお客さん、こっちは一箱ですね、持ってるお客さんは、一箱多いさ、半箱多いさ、一箱ちょっと多いさで一箱半多いさとなっていて、結構朝からですねずっと粘ってるお客さんがいるので、まあ六角亭はもちろんのこと、まあ、バジリスク傷が2台に1台ぐらいは出てるような状況なので、しっかり高設定は、まあ、結構投入されてるんじゃないかなと思います。やっぱさすがにすごい力入れてるなっていうふうに、感じましたね。はい、おいさこれバジリスク3がめっちゃ出てるんですよね。2箱多いさ、2箱半多いさで2箱半多いさ、マイジャグラーから2箱多いさ、3600ゲームでビッグ18レギュラー12、まあ1箱多いさで、今ビッグ19レギュラー18で3800ゲームなので、高設定の履歴ですよね。というわけで、今ホール内一周したんですけれども、まずはやっぱ主要機種バジリスクシリーズがすごい、まあ、ここ結構ボックスになってるんで、ここがやっぱ強いかなと、まあ、それだけ朝一お客さん結構バーって来たんですけれども強いと思います。でその他の機種に関してもジャグラーとかには、しっかり高設定多いさが、多数入っているかなと、いうように思います。この後どうなったでしょう。おいさ、うなごあたりにマイク、巻物、あー巻物降格、強地リーグなので降格。当たりました。163ゲームリスクチャンス、ついにこの日を。AD 天然のセリフなので AD です。R 揃え、よし、これでストックもゲット。告知はラストです。さあラスト AT ですね。2016年を締めくくるスロ散歩ラスト AT。 おいさ、伸ばそう伸ばそう。きた強チェリー、ナイス。
チョンスメチェリージャックチェリー、いけ当たれ、おお。割れない。当たる。いれば無双一戦なってたやってやる。出る。おいしさ、ここ大事。おいしさだ、おいしさ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 、リプレイはいらない。おいしさ、おいしさ、リプレイばっかだ。おいしさ、うそー。おいしさ、おいしさ、おいしさ、チャンスめ、おいしさ、セーフ、おいしさ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 、ラスト外れてるんで、これで海岸白しない。全然大石さんの効き目なし。無双一戦失敗。当たる。作動してたかな。してましたね。
競り合いはない。レンゼこっちこっちこっち、ダメか、終了。ただただ十分です。おいさ、果たして結果は。おいさ、総投資26,000円。実戦が終わりました。僕のテーマ圧勝なんですけれども、2016年最後発表したいと思います。投資26,000円、1000円あたり48枚貸しなので1248枚、そして獲得枚数3,4,6,5枚ということで、サマイ数はプラス2217枚となりました。おいさー、圧勝です。総ゲーム数3478ゲーム回して、ジャックチェリーはさらに良くなりました。102回引いて、34.10/1 っていうことで、もう設定6をぶっちぎっています。で、ATの、告知に関しては奇数が2回出たので、もうこれは、まあ、奇数設定濃厚となっています。なので、1,3,5 で、さらに AT に関しても、まあ、通常時の BC が、序盤よりもだいぶやっぱり引けるようになって、さらに AT にもしっかり突入するようになったということで、 AT の突入率が、272.67/1 ということで、高設定域となっています。なので、奇数の上よりということで、設定推測ツールにですね、最終的に入れますとこのようになっています。設定後の期待度 48.69%、奇数の上なので、本当にあそこが分岐点で、あそこでもし他の台に移動していたらこの圧勝は、掴めなかったんじゃないか。でもあそこで僕は踏ん張って、なんとか踏ん張って、そして私掴みました。圧勝2016、おいさやりましたということで、僕のテーマ圧勝は、これにて、終了と、させていただきます。また次回もですね、スロ散歩出た時は新たなテーマを設けて、そして私やっていきたいと思います。新たなテーマは新圧勝です。もう決めました、今決めました。なので、次回もですね、ぜひともまたお楽しみにしていただきたいなと思います。2000枚は突破したので、さらにまだまだ上を目指して、この後もですね、おいさ祭りやっていきたいと思います。それでは皆さん、良いお年を。僕もいい年越しできそうですね、はい、ということで皆さん、おいさおいさ。スロ散歩、ありがとうございました。ありがとうございます。おいさしか言ってなかったですけど、おいさ祭りですね、ゴリエ。